来てさ、すごいな、あいつらの営業も密着で行ったけどさ。だってあいつらね、何千人できちゃうんだよ。いや、何万だって。あ、万だっつって。万そうなの。一万何、あ、そう。に集まったっつって。昨日ちょっと会ったんだけど、ああ俺、エレキって、うん。あの、太田と上田って今やってる。はいはいはい。で、それで会った、ね。BTV ね。うん。万だよ。あ、そう。すげえな。そんなの集めて、で、上田とさ、ああじゃあ俺、僕やブラで集めた時、あれ、あれ何千だったんだな、つって。言って。六千人ぐらい。六千人、うん、うん。で、びっくりしてたんだよ。俺ら束にかかって、六千人だぜ、つって。だ、だいぶだよ。ありえないよ、ね、つって。あ、そう。え、なんだろう、それ。なんか、イベント、イベント。で、あいつら営業3件やってんだ、今。そうな、1日3つとかもあるんだって。信じられないよね。そう、もうほんと一番ピークのテイク2だからね、それ。いや、でも、テイク2だって、一箇所だろ。いや、さ、あの、だからテイク2の、あの、田中美佐子結婚直後の、うん、あの、予選会。予選会だろ、予選会。だから、金庫だろ。まあまあ、そうだよね、そうだよね。うん。え、だって、だから俺らも3個あったじゃん、予選会は。ああああそれが記録だったんだから、うんうん、タイトプランニングの。うんうん、あいつらは、うん、なんか、ほぼ、あ、で取り回ってんの？どこ行ってどこ行ってどこ行ったんですかな。そうなんだ。なんか、とにかく、群馬、越谷。群馬、越谷、最後なんか、熱海。熱海そんな営業ある？あーすごい、それすごい。それありえ、それさ、ちょっと仕事の、それ石井光蔵さんの仕事の昔の、あの、赤信号とか、ネタにしてたぐらいのさ。すごいよな。すごいね。そんなんだぜ。へぇー。なんとかいい、大丈夫だったんだろうね、スケジュール的には。群馬、越谷、熱海だよ。すごい。それは、すごい。もう漫才ブームの時みたい。だよな。あんま聞いたことないだろ。聞いたことない。あ、俺は、だから、例えばほら、ショッピングモールでさ、うん、ね俺らもなんか2カ所ぐらいやったらショッピングの同じ系列のさ、沿線でな。そう、ね、沿線でさ、ね、元八幡行って次なんか市川みたいな、そうそう、なんかそういうのはあったけどね。うん。ああ、そう。そうだよ。それで、俺らが、それこそ、元八幡あたりでさ、うん、300人集めたっつって。うんうん。ああ、よかった、爆笑問題、ようやくね、うん、あの、復活して、うん、300人集まったっつって、タイトプランニングの人も喜んでくれてね。うん、喜んでくれてね。それでよかったね、なんつって言った時に、ちょうど猿岩石が帰ってきた。そう、あのね、世界中から帰ってきて、ね、なんか飛行機乗った。飛行機乗ってない、歩いて、ヒッチハイクの旅から帰ってきて。来た時で、二、うん、つ先の駅で、猿岩石が3000人集めてた、ね。そう。ほんで、俺ら、やっぱ全然違うんだ、つって。うんうん、がっかりした思い出があるんだけど、あいつら万だって。ええーうん。すげえな、うん。どこまで行くんだ。面白いね。大変だよ。ほんと面白いね。だからもう、それでスタンプももう、何百万。40万は超えたっていうのは、うん。トップだってさ。うんうん。それは聞きましたね。すごいことですよね。ええーうん。いや、だからほんとさ、あの、まあ、俺らもね、いろいろ見てきたじゃん、その、すごいブレイク。レザーラモンにしかりさ、小島よしおだ。あの時確かにね。ね、みんな見てきたけど。あの、あれだ、ダッチュのかな。うん、ダッチュの、ね。一夜にしてな、人気になって。そうパイレツ、うん。で、その後、レザーラモンだよね、バク転でね。そうだね。あんなのダメだろうって言ってたのが、うん、もうあっという間に子供がやるようになって。そうふーっつってな。あれを子供がやんだって、だからやっぱりちょっと下ネタぐらいが一番子供は好きだね。うん、だい、それでびっくりし、あの、もうほんとレーザーラモンの人気を実感したのは、あいつとロケ行って、渋谷だろ？渋谷のな、うん、スペイン坂かなんかレーザーラモン行ったらものすごい人集まっちゃった。まあもうちょっともう危険になるぐらいやっぱり。渋谷中の人間がな、そう全員集まっちゃった。今もしエレキテル行ったら本当そうなっちゃう。そうなっちゃう。全く同じようになりますよ、あの時の。大変だよ、だから。ね。うん。でもほんまあ、レーザーラモンも一夜にしてるけど、エレキテルはまあ俺らはさ、見てきたのはあれだけど、うん、一般的にはやっぱ一夜にしてだし、うん、しかも本当にこう何度も言うけど、今年の正月、ここにラジオに来て、うん、で、話してて、食えないで食えなくて、もう借金取りもあれだし、もうガスも水道も全部止められる勢いでどうのって言うから、で、シャンプーもないとか言ってるから、で、俺はそのね、新年会がなんか10日ぐらいにあるから、その時にまあ若手にいつも俺はお年玉あげてんだけど、もうあんまりにもそうだから、じゃあもういいや、お年玉先にやるわっつって、その場で
あげて、うん、もう、みたいな、もう、これで、ね、命が流れたみたいな感じだったわけですよ。そっから、人生はそれ今年の正月の話よ。ね。そっから、まあ。でも、だから昨日、その深いっていうのが、はいはい、あれなんだよ。要は、ヒーロー最終回の裏だ。ああ、はいはいはい、はい。だつまりは、それ、うん、ね、昨日話したんだけど、うん、要は、その日テレ的に、そうですね、そこに、そこに当ててくるっつうね。日本エレキテル連合当ててくるって相当なことだぞ。そうだね。うん。まあ、日本エレキテル連合だけどね。日本エレキテル。いや、でもそれはなんか最近ね、あいつら言ってたけど、日エレン、ね、エレキテルって言うじゃん。なんか言ってもないのに、日エレンっていうやつなんかいるんだって。で、しかも日テレは日テレレンっていうのを定着させようとしてるらしい。ラテランとかに日テレレンとか書くらしい。もう日テレ御用達になっちゃうじゃねえかよ。そうそう。ねえ。うん、はあ。いやー。日エレンってどうなのかっていうね。日エレンね。チューピレンみたいな。チューピレンみたいなね、うん、ちょっとね。はあ。それはちょっと嫌だっつってて。ああ、そう、うん。まあでも、もう、ダメよ、ダメダメ。もうほんと対象取ってほしいね。こうなったら。ほんとだよ。だから、俺が言い出したわけだからね。大田さん言い出したんだよね。だからさ、面白いのはさ、ほんと、大田さんがね、毎年言ってる、こう、流行るのを、ね、なんか流行語大賞狙うとか言ってるさ、今年は譲るよ。ほんとにうちの事務所からさ、もし対象出たらこんなことはないね。こんな、まあ、皮肉というかさ、すごいよね。まさかタイタンからっていうことになる。だから長井のほら、間違いないがさ。間違いない、これはね、うん、もう、まあ、ノミネートされっからみたいな、なんかね、うん、それぐらいにはね、そうだよね、話したけどさ、うんうん、今回はさ、ほぼ、すごいのが出てこない限り、当確に近いんですよ、もう。で、俺は結構そういう近い人が、ネズッチもそうだけど、はい。ね。うん。整いましただけ。整いましたわ。あーとかさ、うん。フォーも、そうですね。もうだからもうレーザーラーモンなんてもうバッテンからだからね。俺間近で、そうそう。みんな、俺らの番組から出たわけだからね。そう、間近で見てるわけだから、うん。すごい悲しいよ。本当に。喜ぼうよ。俺、すぐそばにいんだから。そうですよ。入国後大将の人が。本当。それで、エレキに聞いたら、うん、あれにあったらしいんだよ、あの、ジジジェに。あ、ノーネンちゃん、そうそう。昨日もあの、オフ会でもそのシーンやってましたよ。あ、そう？そうそうそう。そう、ジジジェの方が、うん、うわあ会えたっつって。そうだよ。そうだよ。なんだって。もうみんなそうですよ、今。だから、その、もう女優さんとかみんな。ジェジェが。うん、なんで、脳年連絡してよ。なんでジェジェが、エレキの、うん。あれを、うん、なんか、参考にして参考にして演技してたんだって。だから、あの、アマちゃんの時。そう、なんか言ってるらしいよ、そう。すごいよね。すごいんですよ。もう本当は。会ったことないんだよ、ジジェジェに。うん、そうだね。会ったことないね。だ本当に。だから昨日その。あと、メイジェイにも会ったんですよ。うん。もうね、いろんな人に会うでしょ、それ。メイジェイは、ね、メイジェイも、わーって喜んで、うんうんうん、なんと、エレキの、なんで、あ、なんつったっけ ?DVD?DVD DVD じゃなくて、あの、YouTube 的な。うん、そうそうそう。ああ、はい、なんつったっけタイタンのチャンネルでやってる。はいはい。YouTube でいいのか。完全パラレルっていうね。完全パラレル。ネット配信のね。うんうん。はい。ネット配信、うんうんうん、あれ登録してるって言うの。はい、すごい。メイジェイが。メイジェイが。メイジェイが。すごい。ところがエレキは、うん、そのネタの中で、うん、カバーばっかり歌う歌手っていうネタをやってるんだよ。そうなの、うん、だって。おー。そしたらメイジェイが、うんうん、自分のアルバムで、うん、すいません、カバーばっかりで、つって渡したって。かっこいい、メイジェイ。器がでかい。かっこいい。だろう。ああ、それはすごい。いい話だろ。いい話。いい話。さすが。